はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、セゾンアメックスとアメックスでお得なキャンペーン3つを解説ということで、今回はアメックスのカードのキャンペーンについてですね、この動画ではセゾンアメックスやアメックスのプロパーカードを使っている方であれば誰も参加できるキャンペーンとなっていますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回お伝えするキャンペーンを大きく2つに分けてお伝えします。まず1つ目はこちら、セゾンアメックスのキャンペーンかなですね。まあ、セゾンアメックスといえばね、僕の過去の動画を見ていただいた方ならわかると思うんですけども、セゾンパールアメックス。僕が使っている唯一のアメックスのブランドのカードなんですけども、今回はこちらのカードを持っている方含めて、 キャンペーンが開催されております。ということでね、今回のキャンペーンこちらですね、毎日をお得に買える1クリックということで、セゾンアメックスのキャンペーンということなんですけども、まずキャンペーンの内容ざっくりと見ると、こちら年間キャンペーンカレンダーということで、今回はアマゾンとメルカリとそっちで、スキヤとハマズシのキャンペーンが発表されました。で、気になる対象カードなんですけども、それがこの右上をクリックしていただくと、対象のカードがずらりと出てきます。 セゾンアメックスのカードが一覧で出てくるんですけども、もちろんね、僕が持ってるセゾンアメックスのカードも対象ですし、セゾンゴールドとかセゾンプラチナも対象と。他にもですね、セゾンブルーとかセゾンローズゴールドとか、まあそういったカードも対象となってるみたいですね。 他にもご覧のようなセゾンアメックスも対象ということなんですけども、ここにも出てないカードも結構対象のカードがありまして、それがその他のカードのご希望される方はこちらっていうところをクリックすると、このページが出てきます。まあ、この対象のカードがずらーっと出てきますね。 なので、先ほどお伝えしてなかったカードとしては、この無地カードとか、あとロフトカードとか、結構いろんな種類がありますんで、もしセゾンアメックスのね、ブランドのカードを持っている方がいらっしゃいましたら、もしご自身のカードが対象かどうかですね、公式ページを見ていただければと思います。で、早速ですね、このキャンペーンのそれぞれ一つ一つ見ていこうと思うんですが、まずはこちら、セゾンアメックスとアマゾンのキャンペーンなんですが、 事前登録、先着7万名サー限定、Amazon キャッシュバックということなんですけども、事前登録の上、これいわゆるエントリーみたいなものです。2021年6月30日水曜日までに、Amazon のウェブサイトにて、合計税込み2000以上支払いに、事前に登録いただいたカードをご利用いただくと、500円をキャッシュバックいたしますと。で、すごいのが今回ですね、キャッシュバックは登録されたカード1枚につき1回のみですということですので、何が言いたいかというと、結局この、対象のセゾンアメックスのカード、 を持っていれば例えば僕はセゾンパールアメックスしか持ってないんですけども他のカードでも対象となるということになるんですよねなのでもし複数枚のセゾンアメックスのカードを持っていればそれが対象かどうかを確認した上でぜひね複数枚で参加してみても結構面白いのかなという風に思いますちなみにこれ後ほどですね僕もトライしてみるのでそちらを参考にしていただければと思いますで期間が4月13から始まっていまして6月30日までちなみにですねファミリーカード追加カードのお持ちの場合や複数枚のカードをお持ちの場合はカードごとに 事前登録が必要とということで、すのでででそそれぞれれれれぞぞ複複数数枚枚持っってていいばそれぞれ複数枚でエントリーを行ってくださいであと、アマゾンのキャンペーンに関しては、アマゾンファミリー年会費とか、プライムスチューデント年会費、ビジネスプライム、アマゾンオーディオブック、あと、アマゾンペイ、アマゾンプライム等の年会費は対象外ということですので、ここは気をつけてください。ちなみにですね、僕は今回、アマゾンギフト券でトライしております。続きまして、こちら、セソワメックスとメルカリのキャンペーンですね。こちらも同じくエントリー、事前登録が必須で7万 名様限定とととといいううここになっておりますメルカリキャッッシュバックということで、内容としては30%をキャッッシュバックされるっていうことになってますで同じように複数枚登録ができるみたいで、上限は500円までとなっております。なので、まあ単純計算で500円割ることの0.3なので、なので1667円分決済すれば500円に到達するということになります。まあ結構ここら辺は簡単ですね。で、期間は先ほどと同じように4月13日から6月30日まで。で、複数枚のカードを持ってる方に関したら、 それぞれね、カードの登録、エントリーが必須となります。え、続きましてこちら、はま寿司とすき家のキャンペーンですね。こちらも事前登録必須で先着7万名様限定ということで、すき家はま寿司キャッシュバックということなんですけども、こちらも同じように30%のキャッシュバックで上限が500円までということですので、先ほどと計算同じですね。500円割ることの0.3なので、1667円分決済すれば上限に到達するということになります。 で、期間に関しては先ほどの Amazon とメルカリと同じです。13日から6月30日まで。で、同じように複数カードをお持ちの場合は、それぞれね、エントリーが必須と。で、あとはですね、気をつけてほしいのは、はま寿司と、あと、すき家に関しては、まあ、対象店舗と対象外の店舗がそれぞれあるみたいです。まあ、それぞれね、このこちらというところをタップすると、それぞれリンクが出てきます。で、対象外の店舗、一覧ということでずらーっと出ておりますので、もしご自身が利用されているところがですね、対象かどうかっていうのを確認をしてください。で、はま寿司に関しても同じです。こちら対象店舗、 一覧ということでずらっと出ておりますのでまあ、それぞれねちょっとページ数多いんですけども該当の店舗が対象かどうかっていうのをチェックした上で参加してみてくださいで、キャンペーンの流れは至ってシンプルでご利用方法ということでセゾンアメックスキャッシュバックに登録ということででそれぞれ参加したいものにエントリーというところをクリックしていただいてでちゃんと確認画面で登録が完了しましたという風に出てくるのでこれであとはキャンペーンに参加するだけっていう流れになりますのでここは忘れないようにしてくださいで続きまして2つ目のキャンペーンなんですけども こちら、アメックスのプロパーカードのキャンペーンですね。まあ、プロパーカードっていうのは、いわゆる直接アメックスから発行されてるカードのことですね。それがこちらのキャンペーンなんですけども、今なら20%キャッシュバック対象店舗でタッチ決済で5月31日までっていうキャンペーンなんですけども、これをクリックすると、それがこちらなんですけども、ファミリーマートでなんと20%キャッシュバックっていうキャンペーンが発表されました。これが4月の13日から5月の31日までのキャンペーンとなっております。で、対象のカードなんですけども、ご覧のようなアメックスのカード、 カードが対象となりますまあ、アメックスのグリーンカードとかゴールドカードとかプラチナとかまあ、それぞれねこういったようなカードが対象となりますねアメックスのグリーンカードデザイン変わりましたかねなんか結構鮮やかめなグリーンになってますねで気をつけてほしいのはまあだいたい最近のアメックスのカードほとんどこのマークがあるんですけどもいわゆるリップデーマークですかねこのマークがあれば対象のカードということになります で、決済するときは、先ほどお伝えしたようにご覧のようなタッチ決済で決済するということがポイントとなります。こうすることでキャンペーンの対象ということになりますんで、ここは間違えないようにしてください。で、このキャンペーンに関しても、先ほどのセゾンアメックスと同じように、期間中に事前登録いただいたカードで、国内のファミリーマートでタッチ決済いただくと20%キャッシュバックということですので、ここの事前登録を しっかりと行った上でキャンペーンに参加する必要があるということですね。で、ちゃんと注意書きにも出てますね。ご注意くださいということで、iPhone、Apple Watch などを利用した Apple Pay での決済、あとはカードをリーダーに差し込むお支払いなど、タッチ決済以外の支払いは対象加盟店であってもキャッシュバック対象外となりますので、ご注意くださいということですので、とりあえずかざしてね、決済してくださいというのが今回のポイントとなりますね。で、上限なんですけども、ご登録済みののカード1枚につきキャッッシュバックの総額は期間中合計1000円 までででとということですので、まあ、単純計算で1000円割ることの0.2なので5000円分ファミリーマートで決済すれば 上限の1000円に到達するということになりますで事前登録に関しても先着50万名様までということになってますんでとりあえずねこの動画を見たタイミングでエントリーを先に行うのが一番ベストかなというふうに思いますで早速なんですけども僕もこちらのですねセゾンアメックスのキャンペーンに参加してみましたので参考にしていただければと思うんですけどもまずは参加する前に登録いわゆるエントリーみたいなものが必要となりますんでこのページにアクセスをしていただくとでそこでログインを求められますんでここでセゾンカードネットアンサー いうね、ログイン ID とパスワードを入力してログインをかけてくださいで、画面を進むと登録画面に切り替わるんですけども僕の場合すでにね、エントリーを行ってますんでご登録済みのキャンペーンの中に入っておりますで、ご覧のようなページが出てくるんですけどもまあ、今回はね、この2000円ご利用で500円キャッシュバックということで Amazon のキャンペーンに参加してみたいと思いますで、先ほどお伝えしたようにこれらのものに関してはキャンペーンの対象外となりますので気をつけてくださいで、今回はね、スマートフォンの Amazon のアプリからお買い物してみたいと思うんですけどもこの Amazon のトップページからここ この右下にですね、3本線のマークがあるので、ここをタップします。そしたら、メニュー画面が出てくるんですけども、ここの Amazon ギフト券というところをタップします。そしたらですね、Amazon ギフト券のお買い物の方法、いろいろ出てくるんですけども、今回僕がトライしたのは、このチャージタイプという方法を使ってお買い物をしました。で、実際にタップすると、この画面が出てくるので、下に下がっていただくと、どれぐらいの金額で購入しますかと出てくるので、今回はこのその他をタップして、2000円という風に入力して、今すぐ購入をタップしました。で でですね、注文の確認画面が出てくるんですけども、ちょっとね、まだ僕カードの設定をしてなかったので、注文確定,確定するをタップせず、画面を下に下がっていただいて、この画面の中で、この支払い方法というところをタップして、支払い方法を編集します。としたらですね、このページが出てくるので、この支払い方法を追加をタップします。そうするとですね、 今回はここのクレジットカードまたはデビットカードを追加をタップしまして、で、諸々入力したらですね、しっかりとご覧のようにアメリカエクスプレスという風に入っております。で、あとは続行をタップして、で、先ほどと同じような確認画面が出てくるので、今回は注文確定するをタップしました。そしたらですね、しっかりと注文ができまして、ありがとうございます。注文が確定されましたということで、今回はね、セゾンパラアメックスで決済をしたので、アプリからね、購入しましたよっていう風な通知もしっかり来ましたので、これでバッチリです。 で、確認画面を見たらね、注文内容でもしっかりと2000円分決済されていることが確認できております。それでは最後にですね、今回お伝えしたキャンペーンのまとめです。まずは Amazon とセゾンアメックスのキャンペーンなんですけども、2000円以上利用することによって500円分キャッシュバックを受けることができます。これ本日から6月30日まで。で、メルカリとセゾンアメックスのキャンペーンなんですけども、30%還元ということなんですけども、1667円分決済したら500円分がキャッシュバックされると。これも6月30日まで。s k h a とハマズシに関しては、 同じように500円分キャッシュバック30%還元ということなんですけども対象店舗とか対象外の お店もあったりしますので、そこはね、気をつけた上で決済をしてみてください。で、最後、アメックスのプロパーカードですね。こちらのキャンペーンなんですけども、ファミリーマートでタッチ決済20%還元キャンペーンとなっております。5000円分を利用することで上限の1000円分に到達するので、もし対象のカードを持ってる方がいらっしゃいましたらね、ぜひ参加してみるのもいいのかなというふうに思います。で、先ほどお伝えしたように、このキャンペーンに関しては先着になってるので、ぜひですね、エントリーを早く行った上で参加をしてください。最近はね、結構お得情報みたいな、 がちょっと。 と薄れているところではあるので結構ねこの先着に到達しましたとかそういった可能性もなきにしもあらずかなと思うのでぜひですねエントリーを早く行った上でキャンペーンに参加してみましょうまあそんなこんなで今回はアメックスそしてセゾンアメックスについてのキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、ここ最近ね結構このセゾンパラアメックスについては若干ね利用頻度自体は少し下がってきているとこではあったんですけどもまさかのねまあまあ大きめのキャンペーンが発表されたので今回のキャンペーン 含めてててね使っっみよううかなというふうに思っております今回の最初はね、キャンペーン、それぞれ2つのリンクに関しては概要欄に貼ってますんで、ぜひですね、参加してみようかなというふうに思っている方は、エントリーした上で参加してみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。